こんにちは、つちのこです。今日はね、節分ということで、2月3日は節分、節分のしずえさんバッジを入荷すということでね、節分のしずえさんができたのでやっていこうと思います。ほうまきに豆に赤鬼、鬼は外、福は内。あ、お客さんは福の方すよ、もちろん。それじゃあ今日もエンジョイスってことでやっていきましょう。早速ね、課金しました。まずはね、やっぱりしずえさんの頭を、掴んで下のね、豆をスライドさせなきゃいけないかなと思うので、鬼の仮面としずえさんを、狙って、左の方からねやっていきたいと思います。どうかな。うん、おー、しずえさんは一応出ましたね、外にね。これは多分成功と言っていいと思います。さあ次は、どうしようかな。次はそうですね、恵方巻きの方を狙いましょう。あー、ミスりました。しょうがないのね、ペンギンを狙います。これは大丈夫なはず。はい、大丈夫でしたね。さあこれはもうね、2個プレイはできないので、安全策としてしずえさんを狙います。はい、これはもう大丈夫ですね、がっちり掴んでます。はい、しずえさんゲット。ちょっとね、目がなんか釣り目になってる。さあラストはどっち取ろうかなと思って、白い虎のねキャラ、ちょっとね名前は分かんないですが、これを取りました。ここでね、5プレイ終わってしまったんで、恵方巻きはねまた明日やろうと思います。はい、こんな感じでね揃いました。恵方巻きがちょっと抜けてますけど、明日ねやっていこうと思います。ということで、節分のしずえさんゲットできました。多分ね、しずえさんだけ狙うなら2プレイぐらいでできるかもしれません。それじゃあ、つちのこでした。